吸水シートをね貼ることによってね、これなんか1リットルぐらい水吸い取ってくれるようなこと説明書に書いてあって、ここに貼ったらね、ここはね垂れなくなったんですけど、こことここがね垂れ立ってたんですよ。でよく見たらね、このアルミのアングルのところね、すごい水水滴ついてて、それがねここに垂れてたんですよ。だからうちの袋があの床のここのコーキングのとこから水がね湧いてるって最初言っててね、まあまずそんなことないんで、ここがねすごい濡れてるんでね、吸水シートここのアルミのアングルのとこもね貼ったらね完全に治りましたね。本当はねアルミサッシってね、こういう風にくぼんでるんで、フローリングには直接水はね当たらないんですけど、こういう作りの場合はね、ここにみんなね垂れちゃってね、フローリングがこんな感じにねダメになっちゃうんですよ。だからその時にね、この吸水シートこういう貼り方でね貼るとねバッチリですね。 OK です。値段がねこの倍ぐらい入ってて1200円ぐらいです。あんまり安いとは言えないんですけどね、1200円で床が守れれば安いですね。で取り付け方法はね、もうこのサイズにハサミで切って貼るだけ、両面じゃねえや、テープになってるんでね、剥離剤でここ貼るだけです。こういうとこもね、でもうカラッカラな状態ですね。いつもこう水たまりできてて、もう床がね腐りかけてたんですけどね、これで大丈夫ですね。だからコーキングはわざわざこれ打ち直したんですけど、これはやんなくても大丈夫でしたね、これだけで。まあそんな感じで使った感じはね星5つです。いい買い物しました。